キャプテン、一点報告があります。はい。先ほど彼女を救出した地点の周辺を検索したところ、うん、新たなメモリーボードの反応を検知しました。なんということだ。発見した情報を状況報告に追加しましたので確認してください。おや？おや？廃墟と書いてあるぞ。冗談でしょ？ついにこの日が来てしまいましたか。廃墟、廃墟来てしまいましたか。ここら辺の物資もいただきたいんですけれども、今荷物多くなってしまうと大変ですので、まあ、帰り余裕がですねあったらいただいていきましょうか。廃墟か。まあ、もともとメタルギアサバイブの実況は初見実況でやっていたんですけれども、その時の実況で初めて廃墟に入った時に、もう実況中に過呼吸を起こしかけるというホラー NG ですからね、これ痛い。行くぜ行くぜ、連続。はい、まあ、やんや言ってても仕方ないので入りますか。はい、ワンダラーとの遭遇が予測されます。警戒を怠らずに進みましょう。了解しました。まあ、とは言ってもホラー NG とは言ってもですね、もう初見ではないんですよこのゲームは。なのでね、そんな過呼吸を起こすほどの拒否はね、まあ、ないですよ。一旦武器ね、チェックさせていただいて。なるほどですね。はいはい、わかりました。これがあって、まあ、最悪これもありますからね。ちょっと待ってね、このシリーズって直装備限定。ちょっと待ってください。実はね、収録もかなり久しぶりでね、もしかしたら1年ぐらい経ってるかもしれないんですけど、え、こういうこと？こういうこと？え、これ、あれ、指？あれ、こういうことでしたっけ？いや、すまないなとか、ちょっとそんなこと言ってる場合じゃないんだ。で、初期装備限定でクリアせよって、そんなこと可能ですか？誰だ、そんなルール決めたの。ちょっと、あ、そうなんですか？いやー、マルチの方でね、別の方の実況シリーズがありましたので、今そちらの装備のまま来てしまったという形なんですけど、この装備でやってたの今まで私。嘘でしょ。過呼吸を起こしますよこれ結局。やばい、そんなにいきなり開けたらあかん。廃墟には何が潜んでいるかわかりません。いや、ワンダラいるよ。非常に危険なので注意して進んでください。よ、いるよ。いきなりわーわね、わーわなし。ほんとか？お、はっは。ちょっと待って、もうやめたい16。もうやめたい、メタルギアサバイブ。なぜもう一度始めてしまったんだ私は。ね、このモデリングじゃね、動かないんですね。これがあるんですよ私は。たまってきてもよかった。いましたねって、所詮ワンダラーなんですよね。別にワンダラーは全然怖くもなんともないんです。はいはい。いきなりわーわー。ないんじゃないのかな、とは思いますけどね。やっぱりその心臓に負荷をかける行為に、ま、
楽しみを見出してるのはもう人類だけなのではないでしょうか。ペイ。よいしょ。あ、所詮ワンダラーだな。あー。例えば酸素とかあるんじゃなかったでしたっけ。 52% のいいじゃん、ゆっくりして。本当にゆっくりしたらまずいんじゃない。ほら、いるじゃないか、これワンダラー、これ。はい、ね、ね、すぐでした。はい、倒すだけの簡単なお仕事なんですね。なんかロックオンしてるんだよな。扉越しに何かロックオンしてるんだよな。扉越しに、これは覗いてしまいますよ。私これ持ってるんだからな、お前たち。いる。あ、普通にいる。はい、そのバージルちゃんのピピピーが怖かった。はい、そんなのがあるんだっけ。わかりました、ありがとうございます、丁寧に教えていただいて。バージルちゃんは本当最強のヒロインだからな。姿形は関係ないんだと、外見なんか見てくれるしかないんだということを教えてくれました、彼女は。はい、はい、ダムいますけども。からのステルス迷彩。完璧な二段構え。ザッ。うえい。助けてますね。私はライデン。よし、うん、わかりました。長居する理由がないですからね、物資はいらないし。バーエナジーは、まあ、まあ大変怒られてる。おお、これ初めて初見でプレイしたときに、近くに敵がいますよという今の無線は入ったんですけど、どこにいるかわからなかったんです。何の話してんだろうなと思ったら、いたんですね。え、これ危ないんじゃないの。いやいやいや、こんな迷惑だったんだ。こんなに迷惑だったんですね。存在自体が迷惑みたいなやつだからな、あいつは。回収したメモリーボードを解析した結果、先ほど遭遇した巨大生物に関する情報を確認できました。カロン部隊ではロード・オブ・ダストと呼称していたようです。化け物どもの王か。記録によれば隊員のうち何名かはロードの襲撃で死亡しているようです。悪い報告ばかりではありません。今回のメモリーボードに残っていたデータにより、失われていた大型物資の回収機能が回復しました。これでワームホール採掘機が回収できるようになりました。採掘機を使えば大型ワームホールの生成が可能になり、グッドラックとの通信が。待て、通信はどうでもいい。ワームホールが開くってことは
俺たちは元の世界に帰れるのか。可能です。しかし任務は未達成の状態であり。なら話は早い。早速採掘機を回収しに行こう。ワームホール採掘機の場所は。リーブ、帰還の時は負傷者や民間人を優先してくれるのよね。そんなことは言われるまでもない。とにかく装置の回収だ。バージル、採掘機はどこにある？バージル、もしかして何度も話を遮られたものだから拗ねちゃったとか。私は拗ねていません。採掘機の場所をマップにマークしました。ご確認を。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。少しでも面白かった、暇つぶしになった、そう思っていただいた方はチャンネル登録、高評価するかはお任せいたしますので、ぜひとも東京の蛇の動画をもう一本ご視聴いただけると嬉しいです。それでは次回また別の動画でお会いいたしましょう。